日産は磁気型ベアレディ Z プロトタイプを公開した。そのデザインは歴代 Z のモチーフをまといながらも、単なる回顧主義ではなく最新技術なども投入しデザインされているという。日産専務執行役員グローバルデザイン担当のアルフォンソ・アルバイザ氏は、シルエットが最も重要という。長いフードとキャビンが 240Z-S30 のイメージを醸し出している。同時にリアはフードよりも低い位置にあることもこだわりの一つとも。これは同社エグゼクティブデザインダイレクターのタイ・サトル氏も同意見だ。タイ氏は Z らしさを作れということから、いろいろなアイディアがスタートしたと述べ、さまざまな案からフードがリアよりも高い現在のシルエットに落ち着いた。タイ氏はその考え方として S30 に戻ったという言い方をすることもあるかもしれないが、我々は今の時代のモダンさを取り入れているという。先日日産はフル電動の SUV アリアを発表しており、それらを含めた日産全体のバランスを踏まえながら、この Z の表現はテーマとして S30 を持ちつつも、サイドに1本通るリアに向かって落ちていく線、リバースエッジクリースなど非常に大事でシンボリックな要素を採用。そういうバランスが今の時代の Z としての進化だとコメント。フェアレディ Z-S30 オレンジ。アルバイザ氏も刀をイメージしたルーフラインシルバーの角飾り部分で強調とともに、デザイン部門が美しいリバースエッジクリースを生み出し動きをうまく表現しているという。フロントはすごく S30 っぽく仕上がっている。フードとフェンダーサイドからの流れでグリルを作り出しているので、そのグリルがすごく似ていると思うとアルバイザ氏。そのフロントで注目すべきはヘッドランプだという。 LED ヘッドランプを囲むこの時計のデザインも S30 の G ノーズからインスパイアしたもの。これはヘッドランプの上に透明なヘッドランプカバーがついており、光が当たるとこのドーム型の部分に反射して丸い輪ができる。私たちはこの特徴が大好きで、今回のプロトタイプのアイデンティティにも馴染むと考えたと説明。マタリアでは 300ZX Z32 を私とタイが好きだったということが分かってもらえるだろうとアルバイザ氏。 Z32 のテールランプは非常に近代的でモダンなもの。それをモチーフに LED で仕上げた。まさに将来の技術を使っているのだとのこと。さらに真後ろから見ると素晴らしく力強いパワフルなリアフェンダーこそがパフォーマンスを表現している。またドライビングフィールも醸し出していると述べた。日産フェアレディ Z プロトタイプ。大使によるとランプのデザインは作りながら進化させたとのことだ。制作しながらアイディアがだんだん整理され、少し Z32 的なリアランプも途中でどんどん進化させながら選んで加えていった。フロントのランプも同様で、そのような作り方をしたとコメント。つまりディテールにおいては煮詰めながら採用していったのだ。インテリアも S30 をモチーフにデザイン。しかし少し距離かけ離れた印象があるとアルバイザ氏。その理由はデジタルメーターという近代技術を採用しており、センターディスプレイもインフォテインメント機能を備えているからだ。しかしこのデジタルメーターはタコメーターをはじめ3つの文字盤が目線の高さにちょうどあり、完全なるドライビングエクスペリエンスと一体感を味わえると説明。その他インストルメントパネルは横になだらかに伸びており、綺麗でシンプルだ。ホールド感のあるシートを採用しているので、乗り込んでみるとまさに Z の手袋に入った感覚があると話す。
日産フェアレディ Z プロトタイプ。大使は、Z は実用的でスポーティー。それを踏襲しようとした、という。今回のハイライトは、メーターをデジタルにして、そこにタコメーターをフィーチャーしたようなメーターを作り、これがレッドゾーンに当たると赤い光が帯になる。今回イエローのボディカラーをまとって登場したプロトタイプについて、アルバイザ氏は、S30 にはすごく素敵なモダンなイエローを採用しており、Z30 にも同様だ。S30 の技術ではイエローの光沢がそれほどなかった。それが30年前の技術。しかし今は塗装技術も向上し、色彩豊かなイエローを実現することができた。美しいパールの光沢を実現していると、当時をモチーフとしながら、それを現代にアレンジしていることを強調した。ちょっと最近のレーシングカー的な実用性とも言える表現。ステアリングも3スポークだが、現在の車の処理、ステアリングスイッチなどを取り入れたとし、カンファタブルなスポーツカーの室内と、今のテクノロジーでしか表現できないメーターや、ステアリングスイッチ、センターのナビなどを組み合わせて作ったとした。